リオミンチャンネル、皆さんこんにちは。リオミンです。はい、今日はゲストに来ていただきました。イエーイ、よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、最高一線日本プロ麻雀協会、そして赤坂ドリブンの所属の渡辺太です。よろしくお願いします。おー、CM リーガー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、CM リーガー一人目ですね。あ、そうなんですね。確かに。あの、この間の縁がありまして、セットさせていただいたときに、よかったら、ちょっとうちのチャンネル出てくれませんかってお願いして、出ていただくことになりました。優しい。お呼ばれしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、渡辺さんは、なんて呼んだらいいですか？そうですね、まあ結構いろんな呼ばれ方あるんですけど、トッシーとか、トシさんとか、下の名前で呼ばれた方が割と、ナッシーみたいな、みたいな感じ。あ、感じね。なるほどね。じゃあ、太っしーって呼ばせていただきましょうか。いいですか？お願いします。あって5分ぐらいですけど、いいですか？全然。じゃあ、ちょっと呼んでみてください、私のことを。ユーミン。おぉ、ほら、いやいや、全然渡さんに出てきたから、びっくりして、おぉ、どうした？え、その踊り来た。おぉ、大阪みたいな。わおみたいな。大阪じゃ、仲良く呼んでみて。え、なんだろう、道場さんじゃないですか？え、すごい距離感。なんで、私だけすごく距離感で、めちゃくちゃ離れ、もういいや、見切れという。あの、タラちゃんって言います。タラちゃん。ふなっしーとタラちゃん、もう、ふなっしーとタラちゃんでいいや、もう。リオパラ、リオパラ、リオパラ、あー、リオパラ、リオパラ、リオパラ。パラちゃん。私だけですけど、確かに。他に呼んでる人いない。いないから。東條さんだけはちょっとね。東條さんだけは私、ちょっとどん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 ここの画面からいなくなっていくと思う。ちなみに、いくつなんですか？今年35になりました。あ、失礼しました。ふとっしーさんでした。失礼しました。いやいやいや、まあまあ全然、リオでいいです。関係性がだいぶちょっとよく分からなくなってきたんで。すごくなんかめちゃくちゃ童顔だから、ワンチャン同世代か下まであるなと思ったら、上でした。失礼しました。あの、この前、伊達ちゃんセットした時なんか伊達ちゃんショートだな、ショートだな。ショタ育てちゃうより多分いたここにもショタ、え、私ショタ、なんかそのまあロリとかショタとかの良さを語ってたじゃん、2人で。あ、そうそうそう。そう、伊達ちゃんはショタ好きだった、そういえば。うんうんうん。語ってたもんね。そう、語ってたから。そうだった。まあ、確かに。めちゃくちゃ動画。うん。そういうキャラでやっていくつもりじゃないんですけど。え、どういうキャラなんですか？いや、わかんない。自分でもなんかどう見られてるのかよくわかってないんで、これからどうしていこうかな、みたいな。なんか優しい、ほんわかした雰囲気ですよね。うん。優しそうな感じ。うん。なんか麻雀とはちょっとあんまり縁がなさそうなのかな。うん。いや、でもどっぷり。どっぷり。麻雀大好き。麻雀大好きです。リオミンチャンネル。ネットの噂で、まず一個気になったのが、はい、お医者さんなんですか？まあ、そうですね。医師免許取得して、はい。今も働いてる。はい。働いてはいます。はい。え、あ、働いている？はい。なんか、麻雀プロになるにあたって、その、非常勤。の医師の仕事と麻雀の仕事をこう両立してやっていきたいなと思って、今年の4月からはその二足のわらじというかやってます、はい、すごいな。え、ちなみにどこを見られるんですか？まあ内科ですね。内科、はい、隔離と、はい、なるほど。じゃあもうね、M リーグ会場で具合悪い人がいたらもう呼べばね、ふとっしー、すいません、ふとっしー、来て、初期対応ぐらいは頑張って、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なんかあったら頼りになるな。え、でもすごいですよね。え、あともう一個気になったんですけど、東大卒ですか？医学部ではない東大の学部を受験して合格して、で、まあ途中でちょっといろいろありまして辞めて医学部入り直して、そこで医師免許取得したっていうことなんで。なるほど。じゃあ東大に入学して編入したみたいな感じですか？そうですね、まあ編入というかもう一度受け直して大学2回目っていう感じですね。なるほど。え、でも受かってるの、すごい。すごいっすよね。そして今に至る感じです。はい、はい、あー、なるほど。じゃあちょっとネットで出回ってた噂は本当なんですね。うん、東大、卒じゃないけど東大
入学経験あるってこと、うん、なんか履歴書に、うん、そうですね、まあ、その2つの情報がなんかいろいろごちゃごちゃになって、うん、なるほど、一人歩きをしてたんですけど、はい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 、東大入ってることがねすごいかもね、入ってることがすごい、うん、だって多分普通に なんで辞めたのかは聞いて大丈夫ですか。まあそうですね、まあね、しすぎも、まあ、ゼロではないですけど、うんうん、まあ、家系的にもそういう家系だったんで、あの、うん、医者家系というか、はい、お医者様の家系で、それで、はい、ご両親は麻雀プロになるの反対とかはされなかったですか。まあでもそうですね、ネット麻雀の活動とかもしてて、うんうん、それを、うんうん、まあ、知ってたので、まあ、一応そのアマチュアの中では一応活動実績というかあって、そういう部分も評価してもらって、まあ、編入の機会をいただけたっていうのも、まあ、説明して、まあ、納得させたじゃないですけど、まあ、そこは一応理解はしてもらえているのかなと。あの今ネットマージャン その経歴って話をしたんですけど、ネットマージャンでいうと、まあ、ダブル天保位、まあ、そうですね、4人マージャン2回と3人マージャン1回で一応トリプル天保位っていうのを名乗らせていただいて、とダブルコンテ、そうですね、ジャンタマの単位も4マと3まで1番上まで、いやもうわけわかんないですよね、とんでもないな、とんでもない実績をまあ引っ提げてくるわけですね。でもまあ、それだけ多分麻雀に時間使ってますよね。それはもう、はい、そうです、費やした時間は。でさらにその、ね、いい大学も卒業して、うん、お医者さんで、そっか、学校に通いながらやってた。そうですね、最初に天保になった時も医学部、うん、途中まだ学生だったんで、はい、それで最終的にちゃんと卒業もして、うん、あのジャンプはどんな感じなんですか、そのまあ、ざっくりでいいんですけど、うん、すごい細かくでもいいです、うん、はい、なんかネット麻雀っていうとなんか、うん、ラスが思えたいルールなんで、はいはい、ラスを避けるように打つっていうのがなんかイメージとしてあると思うんですけど、うんうん、自分はそんなラス回避に特化してる感じではなくて、うん、まあ、たくさん上がって、うん、こう自分で終わらせるような、うん、自分の上がりで攻撃が守備みたいな感じの麻雀です、うん、この前打った時も結構攻撃型だなって思って、うん、トップ目からだと本当に結構嫌がる人多いと思うんですけど、いやもう最後はもうやり合って終わらせたいみたいな、うん、もう結構ね、トップ目、何番のトップ目でも自分で行って8000って言われてた言われてたんだ、ね、そうですね、まあ、そういうこともありますけど、あ、結構まあ天杯の価値は高く見てるかなと思いますね、人よりは、うん、なんか曲は自分で回していくってイメージだから、あ、まあ、最後自分で終わらせるみたいな、うん、割と武系戦点とかでまっすぐ組んで、うん、リーチかかってもこれはいけるかなみたいな、うん、待ってるからもう無視みたいな、ここまではいけるかなっていう、なんかこう読みを多分駆使して押すって感じですよね。そうです、これはどれぐらい当たるかなって言って、それが見合うかどうかその都度判断して押し引き決めてるって感じです。精度高そう。最近主流となってるのがその守備の折りが結構みんな極めてるようなイメージがあって、うん、この現代的に、うんうん、でも攻めるための読みに特化するってめちゃくちゃ勝てそう。それを貫きたいんですけどやっぱそうですね、押し引き部分は自分の麻雀の特徴、うん、最大の特徴かなと思ってます。いやバチバチやりましょう、バチバチやりましょう、日和田さんをしたいです、はい、リオミンチャンネル。何か趣味とかはあるんですか。趣味ですか、うん、そうですね、まあ、将棋見るのとか、うん、好きですかね。見る将ですか。見る将です。やらない。実際指すんですけど、そんなにまあ、うん、強くはないんで、へ、うん、そうです、そういうボードゲーム全般とか好きですかね。インドアですか。インドアです。ですね。はい。その通りです。それはもう、うん。アウトドアのことは何もしないですか。何もしないですね。まだ動かさないです。あ、動かさない。運動がダメで。あ、運動ダメなんですか。小学生の時からもう体育の時間苦痛で、スポーツは苦手です。はい。勉強遠かったんですね。うん。そうですね。そうですね。っていうのはあれですけど。頭脳明晰。趣味はちなみにありますか。まあ、今はそうですね、まだその本業と麻雀プロ両立1年目ってことなんで、どんな感じかも分かんないんで、うんうんうん、とりあえずまあ本業もまずは
まあ、割と余裕あるスケジュールにして、うんまあ、いろんな麻雀プロの方と交流もしたいですし、うん、そのセットとかも呼んでもらって、うん、結構自団体の方とは先輩とはいろんな場で呼んでいただいて、うん、勉強会とか麻雀してますね。なんで今は休みは麻雀してます。お、はい、あの M リーグに決まってどんな気持ちでした？いやもうなんかびっくりですよね、うん、正直なんかもう、もちろんプロになったからには M リーグ目指したいっていう気持ちがあって M リーグ目指すぞっていう感じで意気込んでた矢先に、うんうんまあ、声がかかったの、うん、で、うんまあ、プロ入りして、まあ、3ヶ月くらいの時期、うん、すごいなぁ、うん、そうですね、たまにそのプロになる前から決まってたんじゃないかみたいな言われることあるんですけど、全然本当にそんなことなくて、プロ入りしてから候補に上がってますみたいな声かけてもらって、でもだってリーグ戦とかもやっぱり成績残してますもんね。そのネット麻雀だけじゃなくて、リーグ戦も1ですね。そうですね、あの最高位戦の B1 リーグ、上から3つ目のリーグに転入させていただいて、今暫定首位で、おー、はい、すごいな。そういう部分も見てくださって評価してもらえたと思うんで、はい、ちょっとでも私もやっぱりどんな麻雀打つのかなって気になって、うん、あのふとしのこう動画を、うん、ちょっと今ドキドキしちゃったふとしの動画をちょっとやっぱ見ようって思ったで、うん、そういう人多分ねいっぱいいると思いますよね、うん、一番なんかこう今までの情報がプロ目線からするとちょっと少ない、うん、多分そのテンポをやってる方とか、うん、ジャンタムやってる方とかからは知ってると思うんですけど、プロ目線からは少なかったんで、うん、でプロにプロ団体入団したのいつでしたっけ？今年の3月頭です。最近、はい、それまでまあネットマージャンは10年以上続けてたんで、うん、まあ、そういう部分でネットマージャンの人からは、うん、そうですね、大有名人ですよね。それは構っていただいててたんですけどいや私なんか内容さん内容さんって聞いて、パチンコスロットの、知り合いに内容さんと中金さんっていうのがいて、え、内容さんプロになったのみたいになってたんだけど、あ、これは全然違う話です。存じしてます。僕もエゴさしたら、内容さんが出てきた。あ、内容さん出てきた。そう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 。それで知ったんで。ハンドルネームみたいのは、どういう経緯でついてるんですか？まあ、そうですね。まあ、運が太い細いっていうのがあると思うんですけど、それと、なんか、まあ、もともとその店舗で、怖くないよさんっていうなんか ID がいて、それの、はいはい、その人の ID をパロディで、パロってつけたのが始まりです。なんかその太しって感じで太いって書いて、見た目はもうめちゃくちゃ痩せてるから太ってないよの太くないよかなって思って。まあそういうなんか結果としてダブルミーニング。ああそっか、そういうことか。感じです、ね。ああでも本当はパロだった。ハロー、ハロきっかけみたいな。きっかけは、はい。反応はどうだったんですか？まあ、やっぱりお祝いしていただける声が多くて、うんうんうん、まあ、大学の同級生からとかもなんか、連絡が来たりとかして、そんなになんか麻雀する人じゃない人からも、有名人だったねっつって、みたいな感じで、はい。反響大きいんですね。やっぱり M リーグの舞台の大きさをなんか実感しました。最後の M リーガーの中で一人もうこの人には負けたくないライバルだって思うような人がいたら教えてください。ライバルだ。うん、いなかったらこの子を彼女にしたいでもいいですよ。すごいな。すごいな。そっちなんかむしろ選ばなかったら罰ゲームみたいな。確かに。結構尊敬するプロっていうの質もあるじゃないですか、うん、それでなんか昔から小林剛さんって書かせていただいてたんで、小林剛さんと対戦するのは楽しみですね。負けたくない。そうですね、まあやるからには誰にも負けたくはないんですけど確かにみんなにね、うん、なんか己を貫いてる感じがかっこいいなと思って、自分のスタイルを貫いてる感じ。小林剛さんはブレないですよね。ブレない、うん、そのブレなさが欲しいなと思ってます。リオミンチャンネル、はい、はい、じゃあ今日は、渡辺太志プロ、太志さん、太志に、はい、
いろいろ質問をしていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またビオミンチャンネルの方にも遊びに来てください。ぜひ来てください。お願いします。それではこの動画が面白いと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。